ジョン・オールデン・カーペンターは、アメリカ合衆国の作曲家、実業家。学生時代から作曲を学び、日曜作曲家として、当時流行した、様々な娯楽音楽の影響のもと、アメリカ的な題材やアメリカ的な響きの音楽を模索しようとした。近代フランス音楽、とりわけ、エリック・サティやフランス6人組に傾倒した。あらゆる意味において、ガーシュウィンや、 コープランドの先駆者と言うべき作曲家である。シカゴの製粉会社の家庭に生まれ、ユックスエは社長として家業を継ぐことが決まっていた。ハーバード大学でジョン・ノールズ・ペインに作曲を学ぶ傍ら、学生合唱団の団長を務め、学生クラブのための社交音楽を作曲した。後に、ローマに渡って休暇中のエドワード・エルガーに作曲を学ぶが、 互いの音楽的趣味がかけ離れていたため、両者にとって不幸な関係を築く結果に終わった。アメリカに戻ってからは、家業を継いで副社長に就任、その傍らで、シカゴのドイツ人を音楽教師の下で、さらに作曲を学んでいる。漫画、クレイジーキャットクレイジーカットに基づく同盟のパントマイムやバレエ音楽、マテンロースカイスクレイパーズはジャズや、 社交界のサロン音楽に影響されている。1914年の印象主義的な還元学組曲、ウバグルマの冒険は、同年のピアノと還元学のためのコンチェルティーノと並んで、最も有名な代表作である。1932年には、ジョージ・ワシントン生誕200周年を記念する、新興の歌、ザ・ソング・オブ・フェイスを完成させた。 1933年に作曲された印象主義風の公共詩《海流シードリフトは近年に初行が発見され、最終版とともに近年演奏の機会が増えつつある。バイオリン・ソナタは火星や旋律の美しさを追求した作品で循環主題が利用されるなど、フランクやルクーの影響を指摘することができる。弦楽四重奏曲は旋律と音色。 リズム、戦敵対応の追求が目立っており、おそらく、ドビュッシーの前例が意識されている。ピアノ五重奏曲では、重厚かつ内省的な部分も見られるものの、むね、新古典主義的な、簡潔な佇まいと、優越感みなぎるリズムが、特徴的である。ハーバード時代の修作、ピアノ・ソナタと短調は、 没個性的で帰り見るに値しないが、その他のピアノ商品はもっと再評価されて良い。アメリカ風ポロネーズはその名に反して、キューバやメキシコなどの民族音楽の影響を示しており、スコット・ジョプリンやナザレーを思わせるアメリカ風単語とペアを成している。即興曲編補単調は、ドビュッシーのスケッチブックからのかすかなエコーが認められる。小さな踊り子は、 印象主義風のカンカンで小さなインディアンは印象主義風のマグダウェルというべき商品。5つの小曲からなる組曲ダイバージョンズは薄い響きと透明なテクスチュア、モダンな火星がラベルのクープランの墓を連想させるが、儀古典的な作品ではなく、ハバネラやワルツ、ケイクウォークのリズムが使われている。ありがとうございます。